31年ぶりにクジラの商業捕鯨が開始したことを受けて、9日自民党本部で商業捕鯨によって水揚げされたクジラ肉の試食会が開かれました。この試食会はクジラ文化がある和歌山県選出の二階幹事長が主催したもので、クジラ肉を使った刺身やクジラ汁などが振る舞われました。この試食会にはクジラの操業拠点を抱える自治体関係者や江藤農林水産大臣も参加し、今後の商業捕鯨に関して意見を交わしました。